い、無事出ました。荷物が時間かかりましたけど無事出れました。暑いです。はい、お迎え来てくれてます。それではワイキキ向かいます。綺麗です。チェックインができますか。この予約で240ドルリゾットクレジットというものがついてますので、これを使える場所はここになります。例えばアジュアレストランにいらっしゃってディナーとか出たら、うん、全部ルームチャージしてください、はい、したらチェックアウトの時を私たちが見て全部まとめて240ドル分取って差し上げますので、これがホテルの案内ですので、朝ごはんの場所はサウフラナイというレストランになります。予約とかクーポン券とか別にいらなくて、時間的には朝6時半から10時までオープンしますので、うん、そのままいらっしゃって部屋番号とお名前言えばコンチネンタル朝ごはんが2名様分出ますので、うん、召し上がって、今明日ベーカリーショップがまだ6時からオープンしますので、明日いらっしゃってこれをあげればウェルカムギフトでフィッシュパンが出ますので、これも取って召し上がってください。もともと入れてる部屋がマイラニタワーのちょっと下の階だったんですけれど、上の階でグレードアップして差し上げて、やっぱり3時になりますので、3時もし部屋が3時より早めに終わったら電話して差し上げますか。チェックインまだできなかったので、あと1時間半、このボールズに来てまったり来てます。最高の景色です。週間天気予報見たらいまいちだったんですけど、来てみたらめちゃくちゃ天気いいです。風は強いですけどね、最高ですね。やっぱりいつ来てもハワイは最高。はい、9008です。今回ハイフロア高層階にアップグレードしてくれたと言ってました。はい、ここですね、9008。反対側はロイヤルハワイアンの屋上ですね。それではこれで、はい、チャラーン。はい、こんな感じですね。はい、2ベッドに、よいしょ、ビューはラナイはこんな感じ。あー最高ですね。下がプールで、はい、オーシャンフロントです。ダイヤモンドヘッド覗くと見えます。はい、こんな感じです。こっちは部屋はこんな感じ。そしてお水が2つとコーヒーと、冷蔵庫は何も入っていません。はい、はい、バスルームはこんな感じ、綺麗。はい、これがロイヤルハワイアンのバスロープ。これは売店で買えます。もう一個あって、でスリッパもありますね、ふかふか。でウォシュレットもある、ウォシュレットもあります。で、浅いバスタブで手動のシャワーです。でこれがヘチマ、ヘチマかな、まあスポンジですね。で、マリエのアメニティです。マリエのアメニティがあります。こんな感じです。カラカワ通りです。今4時過ぎですね。空いてますね。
なんと今、チェックインしてプールにでも行こうかと思ったら、なんと水着のバッグを日本に置いてきてしまいました。なので水着を急遽ロードストロームラックに買いに行って、今ホテルに戻ってるとこです。もう3枚用意してたのに忘れました。はい、今回は、部屋はマニラニだったかな。ちょっと待って、もう時差ボケで舌が回りません。マイラニタワーです。マイラニタワーは全室オーシャンビューですね。でここ入って、ここはラウンジですね。特にラウンジは何もやってないですけど、レンジがある感じですね。もうあとはフリースペースですね。誰もが使っていい感じで、エレベーターがなかなか来ない。なんか泊まってる女の人が、昨日も全然チェックアウトの時間はエレベーターが来ないって言ってましたね。後ろにもうプールですね。それではちょっと部屋に戻って、水着に着替えてプールサイド行きたいと思います。プールサイド来ました。やっぱりプールは小さいで浅いですね。で、手前の方にジャグジーがあります。ジャグジーは割と深い、腰上ぐらいかな。まあ、身長によって腰もの高さが違うんで分かりにくいかもしれない。0.9 メートルです。で、タオルは、そこで借りれます。 DIY ポケラップとラグーパスタです。フルサイズ頼みました。それではあとピンクパレスかな、パレスかな、バルガリです。いただきます。結構量多いです。はい、はい、こんな感じでウェルカムでもらった。で、これは今回、240ドルのリゾートクレジットがついてるので、ここで使えますよっていうお知らせですね。で、この辺はリゾートフィーは42ドルですね、ロイヤルハワイアンは。で、ビーチチェアはここにっていう感じです。それでは、フィットネスセンターにでも行ってみようと思います。それではジムに行ってみたいと思います。ベーカリーを見てみますか。こんな感じですね。あ、このピンクココナッツ。で、お土産はこんな感じになってます。ここがエントランスですね。で、エントランスを入って左側にフロントがあります。で、ジムはこっちかな。ショップがある。ここがマリエとかですね、ショップになってます。こっちになってますね。こんな感じですね。ジムはどこなんでしょうか。はい、ジムは地下ですね。フロントの脇の道を来て、あ、ここに書いてあるのか、はい、ここを下がるとジムがあるそうです。
以前でもロイヤルハワイアンを紹介してる動画があるので、はい、ここですね。はい、ここになります。部屋自体はそんなに広くない。ここにタオルとかお水とかある感じですね。で、ここがこんな感じで、部屋がここに小さいのがあって、あとマシンある感じです。そんなに広くはないここですね。で、地下にこういう感じでいろんなのがあって、スパはこっちですね。ここはトイレです。なんかトイレもおしゃれに見える。あー、こっちが中から入れるショあれなんだ。外マリエ外からですよね。で、中からも行ける。ここがスパのエントランスで、ここはマリエですね。あ、マリエは洋服持ってんのかな。お、可愛いっぽいですね。そういうことですね。中からも行けるっていう。ここがスパ。あ、それで外に出れるっていう。あ、それでここが外に出れた。こんな感じになってるんだ。なるほど。これはジムはちょっと遠いかな。あっちのタワーの方に泊まると。今日も天気がいいです。TRHインスパイラ、ここショップ入っていきます。あ、チョコレートだ。これが20ドルですね。商品が変わったかな、どうかな。あ、これかわいい。36ドル。これかわいい。これもエコバッグか。29。うーん、粉コーヒーのチョコレート。あー、これもトートバッグ。あ、これがさっきのビニールのですね。これが49ドルですね。で、T シャツとかが、これが68ドル。
スヌーピーとロイヤルハワイアンのコラボ。こんな感じ。タオル。あ、これかわいい。$48。はい、カピオラにシーフードレストラン来てみました。初めて行きます。それでは今日のディナー初日、ここに入ります。店内こんな感じ。今7時半、空いてますね。結構空いてます。メニューはこんな感じです。はい、こんな感じ。頼みます。ではいただきます。いただきます。さて、美味しいんでしょうか。うん、すごい本格派の味がする。本格的な中華の香辛料、美味しい。はい、追加できました。美味しそう。ではこれ小籠包です。いただきます。ローストダック来ました。パリパリ、いただきます。北京ダック、うん、ブラックローストおいしいです。はい、食べてきました。カピオラにシーフードレストラン、いや美味しかった。結構ボリュームあります。ここもう閉店時間ギリギリだったんでバタバタでしたけど、まあ量が多い。美味しかったです。とっても美味しかったです。おすすめですね。ここアラモアナの裏の方です。廊下のエレベーターを降りて、ここになんと小さくアイスマシーンって小窓みたいなところを開けるとアイスが出てきます。あとお水もこういう感じで出てきます。廊下はこんな感じですね。これから、朝食に行ってきます。8時半ぐらいなんですけど、今8時半が一番混んで行列になってるので、それを避けるようにってチェックインの時言われましたが、ちょうど8時半になってしまいました。本当に混んでるんでしょうか。サーフラ内で6時半から10時半って言ってたのかな。で、ここのロイヤルハワイアンのベーカリーのバウチャーももらいましたね。12時までなので後で食べ終わったら行きたいと思います。あー、いいですね。すごい、風は強い。とっても風が強い。あ、でもここマイタイバーだな。それの先か。これアズールでしょ。あれ、ここでした。アズールサーフラ内。ヘイ、フォーチュー。やっぱりみんな待ってました、マイタイバーのとこで。
3組程度待ってますね。で、呼ばれるの待ちたいと思います。でもコンチネンタルブレックファーストですね。マリオットボンボンついてる朝食が。それではもうちょっと待ちます。朝8時半の風景です。ここは、全部予約制ですね。私たちは、1週間前以上に予約をしました。それでも初日、今日、明日といっぱいでしたね。で、今日はあのビーチパラソル、ベージュのパラソル、そこを借りてます。ここは割と空いてますね。で、こっちの方がちょっと安いです。ビーチパラソルの方が高めですね。で、赤い方がシェラトンですね。これこれ、ダイヤモンドヘッド。サーファーは朝早く入ってますね。それでは、まだ待ってますね。はい、15分ぐらい待ちましたかね。取れました、あの、呼ばれました。お、いい席ですね。めちゃくちゃいい席です。いいじゃないですか。イエーイ。メニューはこんな感じです。マリオットボンボイはここに書いてありますね。コンチネンタルブレックファーストか、あとアップグレードでちょっとディスカウントプライスで、他のアイテムが食べれる感じです。これがディスカウントになるそうです。ディスカウントのプライスです。オムレツ18とかですね。パンケーキ、ピンクパンケーキ12ドル、フレンチトーストが9ドル、ステーキ&エッグが43ドル、ショートリブが23ドルで食べれます。それではコンチネンタルブレックファースト待ちます。はい、コーヒーか紅茶頼んで紅茶にしました。で、このペーストリーがこのちっちゃいのが2つと、フルーツと、これがヨーグルトかな。あとはホイップバターかな、がついてる感じですね。今日は初日の朝食なので何も頼まず、まあ朝からそんな食べないから。 Thank you so much. で、グアバジュース、なんか本当含まれてないみたいなんですけど、もらいました。うーん、おいしい。フレッシュですね。それではいただきます。ヨーグルトは無糖です。このフルーツを乗せて食べます。いや、ヨーグルトがなんかギリシャヨーグルトっぽい。おいしい。これがクロワッサン。これなんか入ってるのかな。特に何も入ってない。あ、入ってる、カスタードかな。おいしい。はい、もうプールサイドはちょっと埋まってますね。全部埋まってる。あ、ここは空いてるか。それではパラソル予約してあるので受付したいと思います。皆さんもロイヤルハワイアンシェラトン、泊まるときは宿泊予約をした後にホームページからハワイに到着する前に予約をした方がいいです。おすすめです。じゃないと当日だともう予約が埋まってる時があるので、もう今日はここが埋まってるので、特にこのピンクビーチパラソルですね。Thank you. はい、最高ですね。これ1日借りれるので最高です。部屋はここですね。はい、ここがロイヤルハワイアンベーカリー。
ですね。こんな感じで売ってます。以前も動画で紹介してますので、気になる方はそちら見てください。でここにちょっとしたお土産が売ってます。ピンクパンケーキの粉がこれですね。でこれがマドレーヌです。あのディーン&デルカにも売ってます。だけどこっちの方がピンクで、これ絶対お土産にいいと思う。あとロイヤルハワイアンのトートバッグ35ドルと65ドル。 T シャツも売ってますね。あ、タオルだこれ。 T シャツ？ T シャツはないのか。エコバッグもある。売ってる T シャツ、マイタイのこんな感じになってます。パラソル借りれました。最高です。今日は一日ここでまったりです。そして夜はディナーイベントがあるので楽しみにしてます。今12時半ぐらいです。夜もいい感じだけ日中もいいですね。やっぱり今日はビーチでずっとまったりなので、ロイヤルハワイアンにランチを買いに来て持ち帰りにしてビーチで食べたいと思います。何食べようかな。フードコートで持ち帰ろうかな。どうしようかな、迷いますね。あ、ここがカハラのだ、物がカハラホテルのものが売ってます。 K-POP ですね。久しぶりにロイヤルハワイアンのフードコート来ました。くるくる、ここ日本のケーキ美味しいですね。ケインズのチキンブレスト美味しいんですよね。どうしようかな。チャンピオンのステーキか LL プレートランチかパンダエクスプレスバーガーかな。あ、バーガー並んでるな。ちょうど今ランチタイムだから結構並んでますね。ここマラサラです。バーガーです。でここがフォーファクトリー。どうしようかな、ちょっと決めたいと思います。今のでチーズバーガーのコンボにして、ポテトを、ベーコンチーズフライにしたので全部で$21.68です。はい、買ってきました。ではオープン。おー、美味しそう。これとバーガー、チーズバーガー。あ、チーズにチーズだったな。よいしょ。はい、美味しそうです。それではいただきます。おいしい。これはお酒が進みそうです。バーガーはどうかな。ではあのサウザンソースが効いてる。おいしいです。ではビーチで食べたいと思います。海に来ました。入ってます。日本人の方少ないですね今。あそこか、ベランダが落ちたの。白く柵がありますね。で今モハナサーフライダーはベランダがクローズになってます。ベランダは出れない。
感じなので、せっかくベランダついててもうちょっと、出れないのは残念ですね。なんで結構他のホテルに移動してる人もいるみたいですよ、予約を。でここがロイヤルハワイアンです。はい、アウトリガーリーフに来ました。アウトリガーリーフの、モンキーポットキッチン、カポーレの方にもあるレストランですね。ここのハッピーアワーに来ました。3時半から5時やってるんですけど、この時間混んでて、5分から10分待つそうなんですけど、間に合うかどうかですね。ここビューが最高なんですね。オンザビーチでサンセットも見れるし、やっぱりこの時間は混んでますね。ではもうちょっと待ちます。店内はかなり広いです。こんな感じで席は空いてるんですけどね、すごいおしゃれで店内広々としてます。こっちまでやりますね。で生演奏こんな感じです。でバーがあって感じです。最高です。わあ、ちょっと端ですね。ここに乗ってます。はい、こんな感じです。それでは楽しんでいきます。こんな感じでビューは最高です。こんな感じで、あ、今日は雲が多いからサンセットが見えるんでしょうか。チキンウィング頼みました。すごいハーブの香りが。シャンパンも来ました。それではこっちがモンキーポットマイタイ、これシグネチャーです。わー、これがモーニングアフターです。テキーラベースですね。それではいただきます。あ、美味しい。これお酸っぱい。これはゴートチーズとマヨネーズが一緒になってるやつですね。いただきます。うん、ガーリックがすんごい効いてる。うん、おいしいおいしい。グッ。これ全部ハッピーアワーです。もうすぐ5時なので終わりですね。バタバタと2杯頼みました。では食べてきます。食べ終わりました。美味しかったです。結構チキンウィングスも量が多かったんで、まあこれからちょっとディナーがあるので、8時半からなのでチキンウィングだけにしました。あとカクテル、シャンパンとカクテル一杯ずつですね。美味しかったです。もうビューも最高なので、ここおすすめです。モンキーポットで、ハッピーアワー3時半から5時なので、4時以降は混みますので、その前に来た方がいいと思います。まあでも混んでも10分ぐらいで入れますけどね。おすすめなのでぜひ来てみてください。モンキーポット、あのアウトリガーリーフのスタバは穴場ですね、空いてるので。まあスタバ結構店舗数が多いのであんまり混むことないのかな。ここも空いてますね。時間帯か、ホクラニのホテルですね。ここは結構あの部屋広いですね。確かミニキッチンがついてました。でルーフトップに、プールとプールバーがあります。でナイトムービーとかあります。でその下にディオールがオープンしました。ホクラニの、2階にイタリアンもあります。
デューティーフリーがオープンしましたけど、タックスフリーのものは、お酒とタバコのコーナーがちょっとあるんですけど、そこぐらいですね。あとはもうタックスフリーじゃないので、帰り空港で買った方がお得かもしれないですね。ここが、ビトンですね。まあ円安なので、ブランド品は多分日本で買った方が安いとは思いますけど、日本で完売のものとかがあるので、そういうものは調べてこっちで売ってたら買った方がいいですね。シャネルとか本当にハワイでもすごい品切れが多いんですけど、何回か通うとパスケースとかカードケースとかバッグとか入荷してたりするので、通うと手に入ったり店員さんに連絡をもらったりするといいと思います。あとはハワイに来たら必ず寄るビクシーですね。ビクトリアシークレット下着 PJ パジャマのお店、これは日本にないので、羽田空港にあるちょっとちっちゃい売店みたいのがあるぐらいで買えないのでおすすめです。ビクシーはだいたい Buy 2 Get 1 Free とか5枚買うといくらとか10枚買うといくらっていうのになってるんで、お得な下着がたくさんあります。スティックスアジアは、マグロブラザーズが確かここに入ったんじゃなかったかな。でも私はポケは本当にオフザフックが大好きなのでポケはオフザフックまで、ちょっとワイキキから離れてますが、そこまで行って食べたいポケ屋さんです。私はそこまで行きます。まあでも食べ物って好みがあるので難しいですけど、ジンジャーポケ本当に美味しくてハマってます。だからポケは、ワイキキとかでは食べないです。はい、これからディナーに行ってきます。今8時ぐらいですね、夜の。今日はちょっと遅いディナー、ブルーノートでイベントがあります。暗闇の中でディナーです。どうなんでしょうか。ワクワクです。では楽しんできます。今ブルーノートに向かってます。アウトリガーの中にブルーノートが入ってるで、そちらに向かいます。本当は6時台もあるんですけど、2部制で6時台か8時か、8時台にしました。それでは行きます。ブルーノート2階ですね。サンライズシャークの脇を行きます。皆さんもぜひハワイ来るときはブルーノートスケジュールをチェックすると、いろんなイベントとかいろんな人が来たり、すごい有名な人もやったりしてるので、チェックしてみると面白いと思います。あの人たちもそうかな、どういう感じなのか全く分かりませんが、ドキドキです。まだですね、8時15分、会場なので、で8時半スタートです。さて行ってきます。これです、これに行きます。わー、すごい。 Alright, two with the red with the peanut allergy. Yes. Oh, the allergies for the seafood. And the team will go ahead and see you folks. Have fun tonight. Okay. Wow.Regular drink menu right here, and、mm-hmm. then this is our special drink menu for the night. Okay. これをつけて食事をします。こういう感じの真っ暗になるってこと？こんな感じです。では待ちます。So we need to maintain that energy throughout the entire.
Another thing that I do want to share is at the end of the night, if you want to plug your ears over here, we have a youngin over here. We do ask that everyone take their blindfolds home for what I call second dessert. So make sure you have the blindfold to be with you for the night. And please enjoy, sit back, relax, and enjoy the ride. ワインがどこにあるか、あそこにあるペアリングなんかしてる状況じゃなかったそうだよ。お、なんかいい匂いだ。なんだこれ。おでかい。タコ？タコ？え、もう触ってんの？触ってるよ。ひたして、え、タコさ、真ん中にレモンが。Good luck, you guys. Enjoy. Hey. Is that? Is that? Yeah, you can start. Yeah. I'm scared. Oh, there is a limit. これ魚っぽいね。うん。え、ポケ。ポケ。ポケ？え、ね、これ。アヒ。あ、ごま油だ。うん。ポケじゃん。素手で食べさせてた。これ食べ終わったか分かんなくない？分かんないよね。いやだから素手になる。タコ2個だけだよね。Yes, only two。手掴みで言ってるからワインが持ちづらいな。How are you guys doing over here? Oh, you're doing good. You're having A plus. You have a little left. Yeah. 面白いけどね。ね、意外に楽しいかも。Awesome. Word. Yay! That's the kind of energy we want to maintain. I think it's pork. Ah, カルワポークだって。Yes. Some fresh jalapeno. Ah, I love it. Have cilantro crema. Oh, いいな。それわかんない、もしかしたらオフとオン間違っちゃったかもしれない。何これ、スプーンなんかないよ。あ、なんか、え、なんか面白い匂いする。あ、すごい、なんか匂いが、なんかちょっと触れない。これは完全肉だ。ちょっと日本っぽいよ匂い。あ、なんか見て、紙みたいなパリパリ、海苔じゃない、ほら。え、これなんだろう、パリパリ、なんだこれ。パリパリ味しないんだけど。え、なんか続いてるパリパリ。うわ、なんか長い。なんだっけ、ミートローフ。え、これなんだ。え、なんかそうめんだ、そうめん。そうめん。え？そうめんミッケ。なんかミートローフみたいに柔らかくなってる肉に。なんかポテトみたいな、なんか変化が手前側にあって。最初一発で取れたのに、もうこれから掴めないんだ。難しい食べ物。何この、そうめんだから手でも食べれない。口に入れたらめっちゃでかかった。いつか前にも必要に。Where my meat eater? なんだと思う、だお肉。バトラー。I got beef bar. Alright, so our meat eaters, you are enjoying or did enjoy.Boneless, braised beef short ribs with a cabernet sauvignon. My favorite part. You guys ready for this? Truffle parmesan roasted potatoes. Whoa! With sauteed garlic spinach. So man, so man, so man. 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 So man.なんかデザート手で触っても何もつかないんだけど、何これ、気持ち悪いんだけど、触っても何もつかないよね。なんかゼリーっぽくない？え、見ていいんだって。見ていいってよ、取っていいよ。うわー、中身こんな感じ。Here's our dessert wine. デザートワイン。Thank you.最後のデザートはもうマスクを取っていいそうで、見ました。あ
とペアリング最後プロセッコです。ではいただきます。ああ、そういうゲーム、それだったの。うん、これこれね。はい、美味しかったです。面白い体験をしました。とっても楽しかったです。まあ、だいたい2時間かかりましたね。また今月末ぐらいに同じイベントがありますね。興味がある方はぜひ行ってみてください。料理は美味しかったです。グッ。はい、今日も朝食あず来ました。今日は10時に来たら空いてましたね。でそこの入り口にギフトカードが置いてありました。かわいいですね、これ。今日も天気がいいです。風は強いですけど、早めに起きて、今日はパラソル、ビーチパラソルを借りてないのでプールサイドをせき取りをしようと思ったら、もうプールのいい場所は埋まってましたね。それではもうちょっと待ちます。はい、今日の朝食は昨日と違いますね。パンが、増えてます。これがあとジャムもついて、グラノーラもついてます。今日はこんな感じです。2回目の朝食になります。はい、チェックインの時に、ロイヤルハワイアンベーカリーの、バウチャーをもらいました。ギフトカードみたいな感じですね。それで、今12時までなので、ベーカリーに行ってきてバウチャーを見せたら、ここで売ってるパンの中から3つ好きなのを選んでくださいって言われてこれにしました。だから結構7ドル50セントとか、もう5ドル以上のものなんで、すごいお得ですね。ホットドッグとハムチーズとバナナマフィンにしました。はい、今日はこの、ピンクパラソルを借りました。こんな感じです。このピンクパラソル1日70ドルですね。でこっちのビーチパラソルは、95ドルなのでこっちの方が全然安いですね。でさっき当日パラソル空いてるかどうか確認したら、1つだけ空いてました。でビーチパラソルも、1つ空いてましたね。だからまあ数個か空いてる、まあネットだとソールドアウトになってたんで、運がいいと、当日取れるって感じですかね。心配な方は前もってハワイ来る前とか、3、4日前に、オンラインで予約した方がいいと思います。こっちだと席はね選べます。これ席に番号がついてるので、それは、ウェブだと何番って数字がついてそれ選べます。こっち側だとねシェラトンに近いですね。まあ、シェラトンのプールも使えるので、シャワーは、シェラトンのシャワーの方が近いかなと思いますね。はい、今日は3日目の朝ですね。今9時に来てみたんですけども、並んでますね。3日間のうちで一番並んでる感じですね。で、まあ、あと曜日にもよりますね。今日が木曜日になります。木曜日からだんだんハワイも混んでくるので、もうパラソルはもうソールドアウトでしたね。今日は天気いいですね。昨日は雨で結構もうほぼ1日雨でしたね。今日はこの手前のロイヤルハワイアンのピンクと白のビーチチェア借りてます。ではもうちょっと待ちたいと思います。はい、今だいたい30分待って入れました。
おさらいで、メニューはここですね、マリオットの。で、追加でこれが頼める感じになります。3回目の朝食、パンは、大体3つのうちの1つが毎日変わってますね。で、グリークヨーグルトとフルーツで、ジャムも種類が変わってますね毎日。あ、初日はジャムはついてなかったです。で、初日はパンも2つだけ、そんな感じです。それではいただきます。はい、またまたサイドストリートイン来ました。今空いてますね。ハッピーアワーは、以前も多分言ったと思うんですけど、気になる方は前の動画を見てください。このメニューから 20% オフになるっていう感じですね。ハッピーアワーメニューはあるわけではないです。はい、今回はこのマームを頼みました。それとなめたけ豆腐、ちょっとさっぱり系も頼みました。はい、来ました。骨付きカルビとチャーハン、わーお。これがベビーマックリブ、初めて頼みました。美味しそうです。お肉、カルビも柔らかいし、これもスモーキーで美味しいです。サイドストリートイン、美味しかったです。ここはやっぱり大人数で来た方がいいですね。いろんなものが食べれます。で、ハッピーアワーがやってるので、それをチェックして、水曜日はボトル半額とかいろいろやってるので、ウェブをチェックするといいと思います。ここは本当にあのロコがほとんどなんですけど、ここは本当におすすめです。たくさん食べる方、どうぞぜひ来てみてください。はい、最終日、もうチェックアウトです。チェックアウトは12時なので、チェックアウトします。そしてホテルを変える、隣のシラトンに移動します。今日もこのピンクパラソンを借りてるので、1日借りてます。なので、荷物だけ持ってチェックします。このベランダが結構広くていいですね。最高です、オーシャンフロント。